黒川治虫なは、美濃国出身の技術者。愛知県技師として、多くの土木、治水事業に関わった。高下4年4月15日、美濃国厚見郡沢村で、村の庄屋であった川瀬文弘の第二子として生まれる。陽名を釜之助と言った。同じ沢村の基礎タイムに学問を学び、長寺で家業を継いだが、百曲定和中にあった沢村は、古くから、 境川の氾濫に悩まされ続けており、そのことから治水について強い関心を持つようになったという。明治元年京都に留学し、翌2年には戦洞御所に出資し、同年に御所御用人、黒川隆博の養子となる。4年に御所を退いた後、5年に香川権利を拝命、6年には名湯権利となった。1875年に、 愛知県議となって土木事務に就く。県令、安場保もつ和の案で、堀川の上流にあたる広雪川を延伸、八田川を福越で潜って庄内川につなぎ、さらに新木津用水を庄内川までつないで運河として一体で運用する計画が立てられ、おさむすなおはこれに携わった。1877年10月には、八田川までの区間が竣工。この部分は後に、 オサムスナオにちなんで、黒川と呼ばれるようになった。1880年初代土木課長に就任。オサムスナオはこれに前後して、多くの土木事業に関わり、タツタワジューでの宇都川延長や、明治用水改作、イルカエエイ園の改修、木津用水講門、音川改修、堀川、号、瀬川改修、宮田用水原土井増築など、精力的に努めた。 1878年に東海道の豊川に架か,かる豊橋が損壊した際に行われた奥京科教では区内省から称されたほか、1883年には大城官から金50円を貸しされている。治水関連以外の活動実績としては、1884年に名古屋区長吉田六荒と共に中線道ルートでの建設が計画されていた鉄道を、 東海道経由に変更する幼稚園に上がり、変更の決定を得ている。1885年に愛知県儀士を退官。1887年7月に再び愛知県一等族を拝命するが、8月には病を理由に胃が願退官した。その後は農業をしながら予生を送ったが、1897年5月29日に、 名古屋市南久屋町の自宅で病没、生没同日だった。故郷の稲葉郡沢村に葬られ、1899年には、正秀寺に業績を称える石踏みが混流された。これは後に、畜作の平和公園に移設されている。養子の黒川耕作は、河瀬39-4、男として生まれ、4歳の時治む直の養子となり、1897年に、 家徳を相続。1901年に、東京帝国大学文科大学国史学科を卒業、愛知県立第三中学校教師を経て、東都貯蓄銀行取締役となる。資産家にして、工学納税者、近所女子専門学校講師も務めた。先妻は、岩村貴都氏の娘常、5歳に、陸軍少将、細野達夫の妹、ことぶき。 長男の黒川聖二郎は愛知県第一中学校教師で学府は草間茂。ありがとうございます。